大鹿村は、長野県下稲郡の北部に位置する村である。南アルプスと稲山地に挟まれた山間の土地。中央構造線が村内を南北に通っており、天竜川の支流、小渋川が南アルプスから清流している。村の北端は、文具一峠、南端は、地蔵峠の南所である。地蔵峠から北流する青木川と、文具一峠から南流する柏シ川が、 中央構造線の谷筋に沿って流れ、小渋川に流入している。村の中心は、小渋川と青木川の合流地点である上市場、下市場と菓塩尾川と塩川の合流地点である塩川、塩原の2カ所に分かれており、このため、村役場は、小渋川と菓塩尾川の合流地点である、大河原地区落合にある。菓尾地区では塩泉が湧き出しており、 海から遠く離れた奥山にありながら、古くから声援が行われていた。中央構造線を挟んだ両側の地質が異なるため、両側の地形も異なる。東側は南側編成岩からなり、地滑り地形が多数分布している。この地滑り平坦地上に集落が分布している。西側は両家編成体からなり、崩壊地が多数分布している。 こちらには平坦地がほとんど分布していない。村内に高校は存在しない。村内を鉄道路線は走っていない。最寄り駅は JR 東海飯田線稲大島駅。稲橋、大鹿線大鹿歌舞伎。大石神社で行われている一の谷双葉軍旗の様子。ありがとうございます。